追放した感情に、抑圧した感情に逆に支配されるんですよ。それはその人そのものなんだけど、これはなかなか認められないんですよ。それでみんな神経症なんだけど、自分が神経症だとは思っていないんです。だから肉体的に、社会的には大人になってるけれども、心理的には幼児と同じだ。自分の認めたくないものを認めてることで初めて成長するわけですから。夫が几帳面すぎるということで、それから神経症者の要求をどう解決するかということを、神経症者を謹慎に持った時に、誰の対処法でも同じなんですが、神経症者の言うことは私とは全く関係ないと思うことなんですよ。だってそんなこと関係なければ関係なくて済むわけですから。だから夫ばっかりじゃなくて、この人は私の方は大雑把だと、几帳面すぎる夫をほっとけないんです。あのね、ほっておけるっていうことはすごいね、積極性なんです、心理的に言うと。だからほっておけるかほっておけないかっていうのが、自分の心理的な成長を図ることなんですね。だけど受け身の人っていうのは人をほっとけないです。だからこの人も几帳面すぎるっていう、束縛してくる夫っていうんですけど、夫を放っておけないっていうことは、この人自身が自我の確立がなされてないんですよ。夫に依存してるわけです。でこれで基本的に言うとね、まあ当たり前ですけど、あの悩みの相談ですから、みんな神経症なんですよ。でみんな神経症なんだけど、自分が自明神経症だとは思っていないんです。で解決方法が分かりませんって、解決方法あるわけないんですよ。だってこの人がものすごく夫の一言一言で、そんだけこう自分が引っかかっちゃうわけですから、不安を直接言えないわけですよ。それでなんで私はこんなにその腹が立つのかということを考えることが、実は成長のきっかけを包むことなんですね。つまりこの男もものすごい幼稚なんです。両方ともがすごい幼稚なんです、これ見ると。でそれはどういうことかっていうと、几帳面すぎる、さっき言ったように四角四面っていうのは、性格でいうと後進性格っていうんですね。後進っていうのは唇ね。で人間の性質の中で、欲求の中で一番最初に欲求が現れるのは口なんですよね。唇の欲求が満たされている人と満たされてない人で、この満たされる人が一番最初の段階でもう挫折しちゃってるタイプなんです。60代の女性が夫のことを几帳面すぎるっていう、夫は後進欲求を満たされて成長する、そこでもう挫折しちゃって次の段階に行っちゃってるわけですよ。でテレンバッハという人がメランコリー神話型っていうことを言ってるんですけど、そのメランコリー神話型の人のリビドーは、欲求は後進期にまで後退してると。だからものすごい愛を求めてるんです。愛と関心を求めてる。この自分の夫は全く欲求が満たされてないで、ずっとただ抑えるだけで来てしまったと。だから怒りがものすごいんです、この夫は。几帳面っていうのは抑圧された怒りなんで、抑えられた怒りが几帳面とか悩みになって出てきてるわけです。
恋人との幸せをの自慢話をしてたということで、その人に腹を立てたんだけども、その人自身が自分の恋人との生活の自慢話をしてたと。でこれはよくあることなんですけれども、その例えば自分が虚栄心が強いとすると、自分が虚栄心が強いということを認められないわけですよ。そして抑圧すると、つまり自分の意識から無意識追放しちゃうと。だけどそれは意識から追放したんで、その人自身からなくなってるわけじゃないわけですよ。人間は追放した感情に、抑圧した感情に逆に支配されるんですよ。意識から追放されたものを他人に付与するっていうんですね。ある性質を、自分が好まない性質をある人に付与して、そしてその人を批判することで自分の良心を慰めてるわけですね。今度はその人を批判しないではいられなくなっちゃうわけですよ。質問してる人っていうのは、自分が恋人との自慢話を批判してる人が実は自分の恋人との幸せを自慢話してたと。この人は相手が勝手な本だって猛烈に腹が立ったっていうけれど、自分自身なんですね。でこれはね、よくあるんです。それはその人そのものなんだけど、これはなかなか認められないんですよ。成長する以外にこれは方法はないですよ。自分がその人を批判しないではいられない、なぜだろうなってことを考えればいいわけです。なぜ自分はあんなくだらない人間と同列になって批判しないではいられないんだろうなと。おかしな話ですから。なぜ自分はこういう感情を持ってるんだということを考えることが成長のきっかけになるんです。だから肉体的に、社会的には大人になってるけれども、心理的には幼児と同じだ。自分が認めたくないものを認めることで成長するわけです。